皆さんこんにちは、スイートオーケストラの山越です。今回の動画はうちの定番商品を、作り手の目線から、こだわりだったり、注意点などを、紹介できたらなと思っております。まず今回は、こちらクリーム&ドーナツという商品です。スイートオーケストラではなく和楽堂、と書いております。うちではもともと和菓子の方で和楽堂という名前でスイートポテトなど販売しておりまして、洋菓子の方では、スイートオーケストラで出しています。こちらの、クリーム&ドーナツを今日は紹介していきます。普通ドーナツに、クリームが入っていると、よくパンコーナーとかではこう並んでいるのをよく見ると思うんですけども、そもそも僕が、依頼されたのはドーナツにクリームを挟んでくれと言われたんですけども、やっぱり洋菓子やっているとうちで使っている生クリームを使いたいであれば、もうお菓子、洋菓子として冷蔵のクリームを使いたいと思ってやっていました。でみんなで食べてみたんですけども、やっぱり、北海道産の生クリームを、使って入れた方がすごく美味しいということで、冷蔵販売になります。こちらは常温ではありません。通常は、常温でよく並んでるんですけど、うちのは冷蔵での販売となります。それではこちらの、クリーム&ドーナツ、実食しながら、こだわりポイントだったりを紹介していきたいと思います。それでは食べてみたいと思います。発売してみて、かなり好評で、大変なところは、1日に作る生産量を増やしていることですね。これは嬉しい悲鳴なんですけども、もともとの、作っていた数よりも今はかなり多く作っています。それでも、足りないぐらい好評いただいている商品です。とっても美味しいです。他にやっているメーカーがもともとたんですけども、そんなに量が作れなかった、工場で大量に作っていなかったっていうところが、好評のいただいているところだと思います。こちらは今全国どこ、のスーパーさんだったりとか、で、取引されています。はい、本日の、動画は以上となります。この他にも、いろいろ、うちの定番商品まだまだたくさんありますので、ご紹介したいと思います。僕ら作り手からのこだわりだったり、注意点だったり、をどんどん紹介していきたいと思いますので、次回もよろしくお願いします。